まあ、あの初めて、出た選手、まあ、あの頑張ってくれたとは思ってます、はい、ただやっぱりこうコンディションのところとかね、いろいろ難しいものであって、前半は動く量が少なくて非常に難しい試合でありましたけど、まあ、最後、まあ、相手の運動でも落ちてきてね、こっちがボールをうまく回せて、いい時間にね、ヒロが点を入れて楽になりました、はい、今週日曜日に、ね、試合があるにもかかわらずちょっと追い込んでたんで、ただまあ目指しているところはあのこの試合に勝つことだけじゃなくて、本当に JFA に昇格すること、そこでやっぱトップパフォーマンスを持っていけるように考えてトレーニングを組んでいるんで、まあ、今日は選手本当にしんどかったと思うんですけど、その中でもきちんと結果を出す、あの彼らを誇りに思います。